どうも皆さんこんにちは、キョキョです。ということで今日も熱くらやっていきたいと思います。ということで今日は見てください、はい、こちら伸びてるちょっと前ね、あのキヨキヨのあのなんかちょっとしかめっ面キヨキヨで止まってたんよ。また伸びてんの、これなんで伸びてんの。なんか僕が面白くないこと言ったりしたら一回伸びるみたいな、そういうこと？いや、そしたらもっと伸びてるか。ちょっとマジでどうなってんのこれ。ちょっと一回見に行きたいんだけど、あ、待って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 、なんか顔いる顔いる、ちょっと見たい見たい見たい。なんか僕顔できてんじゃん。どんな顔してる？なんで？待って、なんか鼻が水色になってるな。これなんだ？これダイイングメッセージみたいな、なんかあれダイイングメッセージの犯人バージョンじゃない？これなんか犯人が俺だみたいな。ちょっと待って、目がどうなってる。ちょっと待って、どっちだ、顔どっちだ。あった、ちょっと待って、目が変な風になってる。ちょっとニキビつけて、はい、ニキビつけて、よいしょよいしょ、はい。なんだこれ、え、これネザライトブロックじゃない？え、ちょっと待って、おい、なんだこれ、塀かよこれ、なブラックストーンのやつあんだよこれネザライトかと思ったわ。マジでこれどうなってんの、高さこれこのニキビみたいにできちゃってるから、これ吹き出物できちゃってるから、ちょっと一回これを壊しましょう。これはね、よいしょこれ、よいしょよいしょ。なんか看板あんだよね、ちょ看板も見ます。今チャキーン、目標限界行動誰マジでマジで誰。今高さが261なんで、やべえよ、次回ぐらいにこれあれ限界行動いっちゃうて。水色パーソナルカラーって、まあコハロンさん、まあまあちょっと青っぽい印象ですよね。あとオラフくんもそうなんだよね。でも昨日まあ確かにな、オラフくんインしてたイメージある。いやー、いやでもマイオンさんもインしてたな。ちょっと、いや、これマジで誰だ？で、ああ、書いてあった！ニョッキキヨキヨ。あれ？前回もニョッキって書いてあったわ。これ同一犯の可能性高いぞ、これ。いや、で、今回はね、次回以降ですね、もしかしたら限界コード行ってしまう可能性あるわけですよ。今回、キヨキヨの顔を伸ばしに来る人、罠にはめたったということで、いや、ちょっとですね、私で構想を一回喋るとですね、はい、こちら、上空のキヨキヨさんということですけれども、ここにですね、まず、ディスペンサーをですね、むちゃくちゃはめ込みまして、そこに、ま、感圧板を敷きます。そのディスペンサーの中にですね、さすがに TNT だと今までのこの芸術がなくなってしまう。それは非常に寂しいよということで、矢であったりとかですね、弱化のポーションみたいなのたくさん入れてですね、万が一キヨキヨがインしている時にですね、これもし伸ばそうもんなら、これは確実に犯人を特定できるんじゃないかなということでね、今回やっていきたいと思います。いやー、目標限界行動させませんよって話ですよね。まずは、弓矢がむちゃくちゃ必要なんですよね。ディスペンサーを作っていきたいなと思います。弓矢なんだけど、ルダクくんのね、クモスポーナー、ちょっと久々に行きたいな。あれ、どこだっけ？ここだ？あ、ここら辺？消えた？あれ？この辺にあったはずだぞ。この山の下とかじゃなかったっけ、確か。あれ消えたんだけど、あー、待って、なんかあるぞ。頼む。あー、毒蜘蛛トラップ来た。あざっす。いや、もうなんか、都市化が進んでなくなったみたいな感じだよね。うわ、懐かしいわ。むっちゃ来てましたわ、ここ、ほんとに。雲の糸、あれ？うわ、え、ちょっと、うわ、ナッシング。蜘蛛の糸むちゃくちゃ取ったから、ちょっと自分でもうクラフトしちゃおう。うわ、やっばむっちゃあるやん。え、どうしよう。ディスペンサーなんで、赤い石と丸石でしょ、確か。一回僕の知識によると、おそらくこうでしょ。ウェイ。いや、覚えてるもんだね。ちょ、最近ね、キヨキヨ選手ちょっとね、記憶力良くなってきたんじゃないか。ドロッパー危ない。と、縁はさすがにディスペンサーにしちゃうと分かっちゃうんで、例えばですね、ディスペンサーを、こういうことだよね。こういうことだよね。こういうこと。で、例えば、管轄板ちょっと今、ロケ花でいいか、ロケ花だと発射されるか、行くよ。
おお、これが矢だと、矢とかだと結構ダメージを与えられるわけだよね。なるほど、じゃあ一回全剥がしでやってみるか。マジで生配信とかでやってんのかな。あ、さあ、そう、それでね、昨日メンバーシップ発表させていただきました。ありがとうございます。メンバーになってくれた方、本当にありがとうございます。いや、今回ですね、もう一番おすすめがね、本当に、私のですね、まあ、週一更新の、もう毎日日記、ドカンとお届けする毎日日記がね、こう一番の気を気を知れる、いいね、メンバーシップになったんじゃないかなと思うわけですけど、本当に入っていただいた方、ありがとうございます。告知動画でもね、私、申し上げたんですけど、私も YouTube をね、やめるつもりがないわけですよね。なので、もうメンバーシップをやるならですね、もう長年、皆さんにね、こう、楽しんでいただけるコンテンツを出したいなっていうところで、もう考えに考えてですね、結構これはじゃあダメだなみたいな、ボツにしながらもですね、最終着地で、まあ、日記であったりとかですね、赤裸々トークであったりなどね、考えさせてもらいましたんで、もう思う存分楽しんでいただきたいなと思ってます。もう毎日ね、僕もね、日記書くの楽しみなんだよね。メンバーシップのですね、コミュニティ投稿が、約9000字以内じゃないと投稿できないということが判明しまして、あ、9000字投稿するやついないと思うんだけどね。5000文字を逆にオーバー しちゃいがちなんですよ。なんで次回のメンバーシップのね、日記もぜひ楽しみにしていただきたいなと思ってます。いや、入ってない人からするとですね、おい、何の、急遽何の話してんだよっていうね、ことだと思うんですけどもね。なんとびっくり。なんと説明欄のリンク、そしてチャンネル登録するというボタンの横から、今誰でも入れますんでね。もういや、今誰でもっつって、今後限定になるかって言ったらそうじゃないんですけども。誰でも入れますので、本当にお待ちしております。やば、弓矢が枯渇してくる。こんなディスペンサー使うことないわ。人生で。届かない。2発じゃ届かないの、やばいね。うわ、いかつ。キヨキヨの頭いかつすぎだろ。なんかサイボーグキヨキヨみたいな。顔も怖いし。やべえ。待って、よくよく見るとさ、これさ、目がいつもとちょっと違うじゃないですか。まあ、いつもはこう、羊毛じゃないですか。ただ、今回、結構目がオリジナリティ出してきましたよね。別人の可能性全然あるな。さっきのニョッキの話で言うと、看板に、カキッパだったっけな、ニョッキって。もしかしたらそれを見て、模倣犯の可能性ありますね。あるわ。あと6つだね。うわぁ、6つ。結構これ大変だ。ディスペンサーこんな使うこと、本当にあんまないから。よし、作り終わりました。なんか、弱化のポーションとかってどうやって作るんだろう。ちょっと、作ってみたいね。醸造台に、届かない。なんか、殺意が高めだな。なんか、もうさすがにね、こう、TLT とか仕込んだら、もう大爆発しちゃうんでね。アートがなくなっちゃうんですよ。キヨキヨの、キヨキヨ大噴火トラップ、完成です、まずは。こっからですね、入れていくものであったりとかですね、感圧板をちょっと決めていきたいんですけど、緑の黄緑系の感圧板ってないよ。うわ、ぶちゃ！危ねえ、危ねえ、アウトだやけど。ちょっと、アウトでした、今。今、びっくりした。ああ、びっくりした。むちゃくちゃ勝手にびっくりしたんだけど。さっきので死んだら謎だよね。マジで。何してんの、キヨキヨってことになるから。よし、じゃあ、まず、感圧板ゲットしたんで、矢とかちょっと一回入れてみていいですか。矢、どんぐらいダメージ入るか。矢、ちょっと入れてみましょうか。ダメージがどんぐらい入るか一回抜いてみて。いきまーす。いきまーす。お、危ねえ、危ねえ。なんだ。なんだ、ちょっと、抜けてっちゃいましたね。マジやん。あ、痛い！おい、やべえ、ちょ待って、いや、マジで5分で消えるかな。あったあった、よかった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 、よかったわ。いや、まあアウトだけどね、単純に。いや、これはね、まあでも裸で来る人はまあさすがにいないですけどね、もうこの時代。弱化のポーションみたいな、スプラッシュポーションみたいなのむっちゃ入れるのはありっすね。やべ、どうやってつくんだこれ。発酵した蜘蛛の目作って、水入り瓶が必要なんかな。そうですね、なんか落ちてないかな、醸造台。この辺になんかおしゃれさんで。おしゃれ醸造台置いてないですか、おしゃれ醸造台。
ないっすか？なんかありそうっすよね、こういうところ。ないっすね。ちょっと一回ジャジャさんとこ行こう。ジャジャさんところ醸造台あるでしょ、さすがに。俺がマジでポーション作ってないのバレる。マジで作ってないね。ちょっと先輩、なんか醸造台とかないっすか？なんか、あーあった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 。うわ、なんか難しい装置になってる。あ、やべえ、これわかんねえ、これ。一回借りていいっすか？一回。え、ちょっと借りていいっすか？ちょっと一回。いいっすか？うわ、なんかむっちゃ入ってる。ちょっと一回一回、ちょっとすいません。これも借ります、これも。え、ちょっと一回醸造台、ちょっとソロでやってみる。うわ。おー、若干のポーション。うわー、町の薬屋さん。今、やっぱ何もしてなかった、俺。ははは。ちょっと一回すみません、一回借ります、一回借ります、ちょっとすみません、ちょっと一回借りてですね、これを。やべ、なんか壊した。借りて、はぁ、よし、ちょっとやるか、やってみるか。もう物は試しということで、スプラッシュポーションにしたいから火薬が必要だね。よし、作りましょう。ブレイズパウダーをセットして、発酵した雲の芽を入れて、しっかり水入り瓶やるか。これでいいんじゃない？よし。で、これスプラッシュするせるには、これ、若干のポーションに火薬でいいのかな？これで、あー、オッケー。そしたら、外枠は若干のポーション入れて、中は弓矢入れよう。物騒すぎる。いや、ごめんなさいね。マジで物騒なんすよ。まあ、5、6本ちょっと入れていきますか。よし。よし、入った。で、周りには弱火でいこう。うわー、やべ、神じゃん。スプラッシュポーション、これでやっと3つか。ちょっとマジエンドレスでやっていきます。よし、これでラストかな？よーし。周り、今真ん中には矢が入ってて、周りにはですね、はい、こちら、弱火のスプラッシュポーションがですね、たんまり入っております。あとは、1、2っすね。2で、完成でございます。完成！オッケー！ジャジャさんに返しに行かないと、早めにね。オッケー、行きましょう。はい、オッケー。で、オッケーです。そしたら、これ、いいんじゃない？はい、そしたらですね、気候は完成できたんで、竹でもいいか。竹ちょっと緑チックだな、逆に。竹の感圧板。いいじゃん、いい色してるね。あなた、いい色してるね。マジでミスると終わるんで、一回行きますね。慎重に行きます。もう帰る準備しましょう。もうこれ、二度と帰ってきません。よし、行きます。こうっすね、行きます。こうっすね。うわ、怖っ。これでマジで、アイテムとかがですね、置かれちゃうとまた感知しちゃうんで。よし、完成でーす。完成です。怖っ。はい、帰りましょう。オッケー。よし、あばよ。よ。いや、なんだ、あばよしちゃダメで。ジャザさんのところ返しに行きましょう。いや、ちょっと一回これ、一回ちょっとはい、この感じですね。ブレイズパウダー3つ入ってて、水入り瓶って感じですね。オッケー。ちょっとこれ通りに、元に戻さんとちょっとやばいんで、はい。あ、入ってた。水入り瓶入って、ちょっとブレイズパウダー1、2、3と。多分3つがちょうどいいとかあるんでしょうね。お、訪れたんだ。で、こんな感じっすね。オッケー！よし、ということで、伸びるキヨキヨの顔、罠仕掛けだったということでね。今回、ご視聴ありがとうございました。いやー、これ熱くら楽しいね。単純に楽しい。このキヨキヨチャンネル、夢の100万人登録に向けて、本気で YouTube 楽しんでいきたいなと思っておりますんで、ぜひと皆さんチャンネル登録して、次回も見てくれたら嬉しいなと思います。あれですよね、皆さん、生配信でもね、この熱くらどんどん楽しんでいくんですけれども、キヨキヨのメンバーシップ、初級からですね、スタンプ、生配信などでも使えますんで、ぜひメンバーシップ、皆さんのことを心よりお待ちします。ということで、メンバーシップの CM、どうぞ。キヨキヨのメンバーシップ、3段階のプランをご用意しました。価格は月額490円から。生配信で使えるスタンプや、キヨキヨが毎日書いた日記がドカンと届く毎日日記。毎週更新の夢の100万人登録達成までの苦悩や葛藤を喋る赤裸々トーク。キヨキヨの夢を共に叶えてくださる皆様、お待ちしてます。